日本道路公団は、かつて、日本に存在した、主として、日本の高速道路、有料道路の建設、管理を行っていた、特殊法人。東京湾、アクアライン、東名高速道路、五殿場インターチェンジ、海ホタルパーキングエリアから見た東京湾、アクアラインの夜景1956年4月16日に、日本道路公団法に基づき設立された、 公団の資本金は全額日本国政府が出資した。その後、数十年間にわたり、日本の有料道路の建設及び管理に当たってきたが、1990年代になり、天下り、団合、道路族議員の暗躍、ファミリー企業、意契約など、隠れた利権の温床として、負債が雪だるま式に膨らむ第二の国鉄と言われ、 自由主義経済の原理に反する特殊法人の異常な実態が明らかになるにつれ、道路関係4公団はその代表例として世論の非難を浴びるようになった。不透明な利権を廃し、無責任な法満経営体質を改める目的で2001年の小泉内閣発足とともに民営化の計画を始め2002年12月に 道路関係4公団民営化推進委員会を設置。6日に内閣総理大臣宛ての意見書を提出し、本格的な民営化の議論が始まった。その後、委員の大半が途中辞任するなど、右与曲折を経て、2004年6月9日に道路関係4公団民営化関係4法案が可決、成立され、民営化が決定した。 2005年6月1日に道路関係4公団民営化関係法令が公布され、同年10月1日に道路関係4公団民営化会社と日本高速道路保有債務返済機構が発足した。この日の日本道路公団分割民営化に伴い、同公団の業務のうち、施設の管理運営や建設については、東日本高速道路、 中日本高速道路、西日本高速道路に、保有施設及び債務は、他の道路関係4公団とともに、独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構に分割、譲渡された。これら会社、機構の発足とともにほぼ50年続いた、投稿団は解散した。高速自動車国道の設計、建設、有料道路の管理のほか、 以下の業務を行うものとされていた。旧道路整備特別措置法によると、国土交通大臣は、日本道路公団のみに対し、高速自動車国道法に規定する整備計画に、基づく高速自動車国道の新設または、改築を行わせ、料金を徴収させることができた。従って、高速自動車国道を有料道路として管理、できるのは、 日本道路公団だけだった。公団は、これらを踏まえて策定した、工事実施計画書や料金及び、料金の徴収期間につき、改めて国土交通大臣の認可を受け、建設、管理した。また、一般国土等については、国土交通大臣の許可があれば、一般有料道路として管理ができた。公団は、事業年度ごとに、国土交通大臣から、 予算等の認可、財務諸表の承認を受けた。一方、資金の借り入れのほか道路再建の発行を行い、政府の貸付や再建引き受け、けさらには、債務保障も認められた。公団が民間企業同様に試算した、平成16年度末の試算合計は33.0兆円、負債合計は28.6兆円であった。 1998年、公団の外債発行に対し野村証券からの収賄を受け取ったとして、公団の経理担当理事が、野村証券の元副社長らと共に逮捕された。2005年、元公団職員が、発注先に甘下りし、OB による団合組織、カズラ会を組織しての完成団合を行っていた、協力団合事件が発覚。 2004年度高団発注の新透明高速道路の橋梁工事について、公団副総裁と理事は分割発注を職員に指示し、これにより公団に損害を負わせた背任行為が摘発された。岸道造1956年4月16日から1962年3月14日。 植村健太郎1962年3月20日から1966年4月30日。富樫外市1966年5月1日から1970年6月4日。前田光吉1970年6月5日から1978年11月30日。 高橋国一郎1978年12月1日から1986年4月30日、宮重守1986年5月1日、1991年5月15日、鈴木道夫1991年5月16日から1998年7月7日、 小形新一郎1998年7月7日から2000年6月20日、藤井春穂2000年6月20日から2003年10月27日、近藤津義2003年11月20日から2005年9月30日、民営化前日までに管理していた道路は以下の通り、高規格幹線道路 A は高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路。 地域高規格道路その他の道路その他自動車、交通施設この他以下の都線施設を一般有料道路として管理していたが、いずれもすでに事業上と、または事業廃止されている。ありがとうございます。